アメリカを訪問中の西村経済産業大臣は26日、レモンド商務長官と会談し、次世代半導体の技術開発を加速させるため、サプライチェーンなどをめぐる連携の強化を柱とした共同声明に署名しました。次世代半導体については、ですね、日米共同ロードマップを策定することで合意をいたしました。今後、技術開発など日米協力を飛躍的に加速させたいと思ってます。 次世代半導体の開発に向けたロードマップを策定することで日本とアメリカ両国の研究組織間の協力を促進しますさらに会談では経済の安全保障の強化に向けた協力を一層拡大・深化させていくことや外務・経済担当の閣僚協議いわゆる経済版2プラス2の早期開催を目指すことで一致しました